1814年検証1814年検証はナポレオン戦争敗北後のフランスの臨時政府と元老院が王政を復活させる憲法草案を1814年4月6日に起草したところこれを拒否したルイ18世が1814年6月4日に交付した禁帝憲法であるルイ18世は国民の意思に基づき大いにつくのではなく 1795年のルイ17世紀の死後真権に基づき王位に就いたという建前から交付の日付が陳の治世の19年目と記されるなど元老院憲法とは相入れないものであった。ナポレオン一世の百日天下後、1815年7月までは施行が停止された。検証は妥協、さらに優女の文書を目指し、革命と訂正の諸成果を保持しながら、 ブルボン朝を再興する。シャルトはアンシャンレジーム的な語であり、コンスティテューショネルは革命的な語であるなど、その代名自体に妥協の跡が色濃く現れているのである。検証により国王は国政上中心的役割を担い、申請が確立される。フランスの全権は国王一心にあるとされ、この検証により国王は神聖不可信とされるのである。 1814年5月18日、不公国の命令により、ルイ18世は22人からなる起草委員会を設置した。議長はダンブレで次のものを含む。初会合は5月22日。この検証は、フランスの国政に携わる者の責任規定を全面再編する文書である。ルイ・フィリップの1814年の改装録によると、 ルイ18世は検証を現在まで有効な古来の基本法の特例、還元すれば新王国基本法のようなものとはみなしていなかった。検証が王位継承や摂政に関して何も定めていないからである。ルイ18世は検証を君民協約のようなものではなく、単に旧体制下の全国三部会や高等法院に代わって国王が国民に与えた諸権利を定め、 国民に妥協して王権との関係を調整する直居状のようなものとみなしていた。類18世の肖像が刻まれた検証交付記念メダルメダルの裏。1814年6月4日の検証交付の荘厳な催しが刻まれている検証は、将来のすべての法律及び行為はこの検証の条項を尊重しなければならず、国王も、 神民と同様に従わなければならないとしている。しかし、王党派の一部は、憲章は、国王が授与したものであることから、国王一心のもとに位置するものと解釈する。また、憲章は国王によって、政策的に授与されたものとされ、フランス革命の行為を避けている。国王類18世は、フランスの人々を安部しようとするのである。全文では、国王は、 長きにわたる不在から戻り、新民の父、そして朝廷者たらんとし、新民の願いには、国王にふさわしい行動によって応えると謳われている。また、字の連鎖を結び直す必要があると謳われており、フランス革命とナポレオン時代は忘れ去られるべき、悪夢に過ぎないとしている。もっとも、アンシャンレジームとの連続性が求められるとはいえ、絶対王政への回帰はしないとしている。 この憲法は明らかに当時のイギリスの立憲君主政体を模範としたものである。すなわち、このように、制度的には、権力総合間で抑制と均衡が図られ、政治的には、王政が復活するが、もはや革命で否定された先制ではなくなるなど、多くの妥協の試みがあることがわかる。しかるに、超党派は検証に猛反対し、 法文を無視して、絶対王政へ回帰しようとした。これに対し、自由主義的王政主義者の一派は、準備派と呼ばれた。ありがとうございます。